この巻き葉が伸びてきているムサドワーフナンは、複数の地中水芽を持っていますので、このまま地植え、あるいはちょっとゆとりのあるルートラップポットを上にしてありますので、このままでもいずれ複数本立ちが成立する苗なんですね。これが親株になって、この周りから複数本の地上子株がいずれ出てくるはずです。まあ路地植えできる人であればですね、このルートラップポットからこの親株を取り出して地植えしてしまうのが一番簡単なんですが、土地柄、気象条件によって越冬問題が懸念される場合には、とりあえず本年はですね、この通根性、根が外に出ることができるルートラップポットのままにしておいて、越冬させて、まあ軒下でも結構ですし、あるいはベランダに置く、ちょっと重いですがね、ベランダに置いたりとか、あるいは簡易ビニールハウス、小さなビニールハウスに置くとかして、越冬させることができたなら、来年の成長再開期、まあ本州でしたらば5月がだいたい無難だろうと思うんですが、成長再開期に地植えすれば、その年中に、来年中にですね、地植えとしてのムサドワーフナンワーの複数本立ちが成立すると思います。まあ、隣には1メートルモンキーバナナと私が言っているものを大きさの比較のために置いてあるんですが、それでこれは巻き葉をこのまま展開させた形で発送するのでは送料が高くなりますから、もしご落札いただいた場合には、そうですね、複数本立ちを成立させる目的の場合には、花茎を切るよりも、この場合にはですね、この傭兵葉柄とも言いますが、これですね、これ 1,2,3,4 のちょっと上で巻き葉の下あたり、このあたりでカットすれば送料が少し安くなると思いますね。このルートラップポットを一回り小さいのに植えることも考えられるんですが、そうすると通年地植えできない土地柄の場合には越冬で苦しむことになりますから、とりあえず本年の越冬を容易にするために、このままのルートラップポット植えを維持して、あと地中水芽が地上子株になって出てきて、多少このルートラップポットの縁周りに近接して出てきても問題はありませんので、そのままにしておいて来年開放してあげればよろしいかと思いますね。まあ、他にも もっと小ぶりの苗もう周りに置いてあるんですが、これがおそらく複数本立ち成立のためには適当な花茎の太さの親株になってくれるんじゃないかと思うんですね。これはちょっと
太すぎるので発想が難しくなりますね。こちらはやや丈が細いんですが、これは私が実験用に北側の竹林に植えておいて、結構年数は経ってきているので、コンパクト、自然なコンパクト栽培で来年ぐらい出来しうると思っているので、これはちょっと今出品するつもりはありません。それからこれはですね、2本立ちで、これも簡単に複数本立ちが成立する苗なんですが、これはちょっと特殊な苗で、もともとはですね、東南和だったんですよだったっていうよりそうなんですが、それで北風が当たって日照条件に恵まれない場所にずっと植えておいたので、東らしからぬドワーフ、ちょっと鼻音やんでから話します。あたかもドワーフナンワみたいに育って越冬してまた成長再開してと繰り返している、まあ気象条件による自然なコンパクト栽培みたいになっている株なんですね。まあ似たようなものをですね、ここにも元茎の細いやつですね、これとかこれとかあれですね、置いてあるんですが、どうなるのかもうちょっと観察しないとあれこれお話できないように思うので、今は東ウバナナ、東ウナンアが気象条件によってあたかもドワーフみたいになった苗についてはちょっと様子を観察してみたいと思っていますね。おそらく気象条件のいい場所に植えれば、ドワーフナンワを追い越すような、通るまで行かなくてもドワーフナンワよりは草丈が高くなるように戻るんじゃないかというような気もしていますのでね、まあ、とりあえず最初に話していた出品苗は、巻き葉の部分は別にして、今中央に見えているバナナ苗です。